はい、こんにちは、プロです。今日のテーマはですね、法則と心理という話をしていきたいと思います。ポッドキャストではずいぶん前にこのテーマについてお話したんですけど、ポッドキャスト聞いてないという人もいると思うので、ちょっとね、かなり、僕的にもいろいろこのことに関して物言いたいことがあるので、ちょっと YouTube で、しか見てないという人もいると思うので、今回このテーマについてお話していきたいと思うんですけど、〇〇の法則ってあるじゃないですか。そのマーケティングとかの世界でも、例えば偏方性の法則とか、何でしょうね、あとはメラビアンの法則とか、あとは日発の法則ですね、パレートの法則っていうんですか、2対8の法則とかってあると思うんですね。あとは、法則ではないですけど、ザイオンス効果、この間ザイオンス効果の動画を上げましたけど、そういうものも言うたら法則なわけですよ。で、この法則と真理っていうことをですね、混同してる人が結構いて、なんか法則イコールなんか、なんていうんですかね、正解だと思ってる人がいるんですよね。正解というか、もう絶対正義みたいな感じに考えてる人がいるわけですよ。要するに、この法則、こういう法則があるから、こういうケースの時は絶対こうなるみたいなね、答えは一つしかないみたいな風に考えてる人がいるんですけど、そうじゃないんですね。例えば、何でしょうね、この間のザイオンス効果の動画を見てもらったら分かると思うんですけど、ザイオンス効果も接触頻度が上がったら好感度が上がるって言われてるじゃないですか。でも前回の動画でも言ったみたいに、嫌いな人と何回会っても嫌いなままなんですね、むしろもっと嫌いになるみたいな。で、なんかちょっと鬱陶しい人から毎日メルマガが届いても鬱陶しいなって思うだけなんですよね。接触頻度が上がっても鬱陶しさが増えていくだけで、全然別に親近感も好感も持たないわけですよ。つまりね、あともう一個言うなら、何でしょうね、日発の法則とかもね、必ずしもその 100% 28に分かれてるわけじゃないじゃないですか。73だったり64だったりすることもあるし、全部チェックしてないけど、大体28だろうなって思い込んでるから、日発の法則って思ってるだけだし、偏方性の法則も、ね、与えたらお返しが来ますよって言われてるけど、人によっては与えてもね、ラッキーって言ってもらってお返ししない人もいる。恥ずかしい話ですけど、昔の僕もそうだったんですね。もらったものはもらったもので、ラッキーでは全然お返ししないみたいな、そういう人もいるわけですよ。つまり、例外が存在するんですよ。これが法則なんですよ。で、逆にその例外が存在しないもの、これが真理なんですね。真理って例えばどういうことかっていうと、人間は必ず死ぬとか、太陽は東から昇るとか、そういうのはもう絶対に抗えない、一切の例外が存在しないものじゃないですか。そういうのが真理っていうんですね。でもなぜかこの法則イコール真理というかね、絶対正義、もう正解は一つしかないっていうふうに思ってる人がいるんですけど、さっき言ったみたいに例外はいくらでも存在するわけですよ。しかもこの〇〇の法則っていうのは、例えばどこどこ大学のこういう研究チームがこういう、研究をして出たデータの結果、こういう法則が出ましたっていうことだと思うんですよね、大抵の場合。でもその今までの、なんていうんですかね、別にそのマーケティング関連の法則だけじゃなくて、一般的なそういう研究結果とかっていうのも、時代とともに、かつてはこういうふうに言われていたけど、今ではこういうふうになってますみたいな感じで、かつての研究結果が覆ったりすることもあるんですね。だから、たまたまその研究をしたときはそういう結果が出ただけっていう可能性もあるわけですよ。だから例外が存在するんですね。でもなぜか〇〇の法則だから絶対こういう時はこういうふうになるんだってね、決めつけてる人がいるんですけど、そうではないですね。絶対正義ではない。絶対正義はこっちなんですね。例外が存在しない。真理。だからこれに関してはもう本当に覆りようがない事実なんで、100% ね、例外が存在しないっていうふうになるんですけど、〇〇の法則だからこういうふうにして絶対こういう結果が返ってくるっていうことはまずないってことですね。だからどうなのって言われたらそこまでなんですけど、ちょっとそういうので、〇〇の法則だからこれはこうなんだっていうふうに言われてしまうと、ちょっとそうじゃないんだけどなっていうのは僕はあるので、ちょっとそれについてね、今回お話したかったんで、この動画を撮りました。